はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ですね、ちょっといつもと違います。もうね、この感じ、おしゃれな感じ見えます。高級店久々に来ておりますね。で、今日はね、大食いっていうわけではなくて、今回ね、カメラマンさん、ロウさんにね、ご同行いただきまして、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、実は本日のお店ね、このカメラマンのりょうさんからご紹介をいただきまして、まずね、僕じゃ来れることがないだろう高級なね、おしゃれなお店に伺っております。そんなことない。こんな綺麗なお店、僕はドキドキしてこれないですから、一人じゃ。本日ね、訪れたのが渋谷にございます、寿司スブリムさんにお邪魔しております。こちらのお店はね、基本的にコース料理を提供しているお店ですので、デカ盛り等ではなく、通常ね、提供しているコース料理をいただいていこうかと思っております。早速ね、入店させていただきたいと思います。はい、お邪魔します。よいしょ。お邪魔しますと、すっげえ内装してますね、これ。やばいですね。おしゃれだよね。おしゃれですね。あ、失礼します。今日よろしくお願いします。お寿司屋さんの内装とは思え、もうおしゃれじゃないですか、めちゃめちゃ。どういうことですか。やっぱドキドキしてきますね、これ。高級でおしゃれなんですけど、親しみやすい感じはありますね。おしゃれなお寿司屋さんってカウンターとかしかないですけど、ちゃんと個室とかもいっぱいあるんですね。あるある。こんな感じでーす。ちなみに大将、はい、今日は、どんなメニューをいただくような感じになるんですかね。当店のスペシャリティの、はい、まずマッシュルーム、発酵マッシュルームスープから始まって、はい、アンサンブル、お口直し、あとお寿司と、はい、当店の全部織り交ぜた。あ、じゃあもう一番いいコースってことですね。めっちゃ楽しみ。いやー、美味しそう。いや、もう実は、今日の撮影も夕方の16時、夕方前16時なんですけど、今日の撮影楽しみすぎて何も食ってきてないんですよ。今日一日。あ、じゃあもう今日がっつり食えるんだ。がっつり食えます。なるほど、大将がっつりいけるそうです。でも僕もりょうさんいつもお世話になってて、いや、めちゃめちゃ、でも久々だよね。久々ですね。も俺もね、正直楽しみにしてたんですけど、いや、なんかラスカル君に久々になんかいいもの食べてもらいたいなと思って、紹介いただくお店さんも全部美味しいんで、本当今日も絶対飯食わないでくれと思ったんで、いや、もうこれからガンガン紹介しますよ。ありがとうございます。じゃあ早速ちょっとお腹空いてるんで、コースの方お願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。今もうこういう話は回してからしろって話なんですけど、もう本当に来ないんで、まずこの使い方すら分からなかったんですよ。膝にかけてって言われて、あ、ちょっと恥ずかしいこの質問と思って。これでいいんですよね。そう合ってる合ってる合ってます合ってる合ってる合ってる。今日あれですね、僕、コメント欄で怒られますね、こんないい店行きやがって。本当に今日は貸し切りで。貸し切りです。なんて、こんなお店貸し切りってあります？ないね。普通ないですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これは、はい、こちら発酵マッシュルームスープでございます。発酵マッシュルームスープ。はい、マッシュルームを発酵させてお作りしてますので、はい、スープに少し酸味がございます。はいはい。で、下にある、半熟卵とかき混ぜながらお召し上がりください。あ、キノコ類ってさらに発酵させることできるんですね。みたいだね。めちゃめちゃうまそうですよね。これホームページとかも、一発目からこの写真出てきますよね。前菜はこれっていう。あ、そっかめちゃめちゃいい、ね、ちょっといただいちゃって大丈夫ですか。はい、すいません。いただきます。大きいですか。はい、ちょっといただきます。めっちゃうまい。うわ、うまっ。ほんとこういう系は僕の語彙力の引き出しがちょっと少なめなので、表現しにくいですけど、めちゃめちゃうまいですね。マジ不思議と、そのマッシュルームのこの身よりも、スープの方がマッシュルームの香り濃くて、なんか不思議。多分洋食の感じなんですけど、ちゃんと和食っぽさはしっかりあるというか。スブリムって、あれだ、フレンチと寿司、はいはい、のコラボか。そうですね、なんか、調べたら、麻布十番、そうミシュランとか取ってるお店なんですよね。そこでも出てるスープらしいよ。あ、
そうなんですね。そこでね結構有名らしいこのスープが。うん、ちょっとこれ卵いいっすかこれ。これ半熟の感じこれたまんなくないですかこれ。たまんない。ちなみにこういうコースの前菜とかスープって、うん、お寿司来る前に飲み切っていいもんなんですか。え、どうなんだろう。でも普通に飲み切るもんじゃなくて。やっぱ飲み切っちゃっていいですよね。うん。飲み切っちゃっていい。なんかこう今場の空気に圧倒されてがっついていいものなんかどうなのかっていう。うん。あ、うん。混ぜると全然違いますね。なんかまろやかになる。最初やっぱり言われてた通り、うん、酸味は結構強めなんですけど、うん、それがまろやかになって発酵というかの燻製に近いような香りになって、これうまいっす。亮さんこれうまいっす。絶対後で撮影終わったらもらおう。でも、うん、なんか多分あえてだと思うんですけど、うん、強くさせすぎてないというか。あ、そうなんだ。やっぱ多分前菜なんで、うん、鼻に残りすぎちゃうとその後に結構影響してくるじゃないですか。あ、だからなるほど、ね、しっかりするんですけどなんか抜けがいいんですよね。はいはいはい、多分酸味のおかげなのかもしれないですけど、うん、これはこれで終われる一品というか、うん、コメントがプロの。いいですか今日貸し切りなんでいいですかこれ。じゃね、じゃじゃあ、やった。育ちが出た。もう仕方ないよね。もう 2,3 口目からうまくてこうやっていきたかったですもん。俺多分半分ぐらいからもういっちゃうね。いっちゃいますよね。ありがとうございます。野菜です。はい、お、はい、こちら夏野菜のアンサンブル。夏野菜とオレンジのアンサンブル。夏野菜とオレンジのアンサンブル。箸で大丈夫。箸で。箸で。もう初歩的なことすら分かんないんですけど。分かりました。ありがとうございます。はい、どう食べたらいいんですかね。え、いや普通でいいんじゃないの。なっちゃ野菜と、うん、何の野菜かも分かってない。ナス。え？こんな感じで。水分の野菜の水分がすごいんですけどこれ。みずみずしい。みずみずしいです。していただきます。おしゃれ。言葉見つからなくなってるでしょ。いやもう違うところにいるんですよね僕のフィールドの今。お野菜がしっかり甘みあるんで、うんうん、なんかオレンジも嫌なほどじゃないんですけどちゃんと酸味も残ってるような甘みと酸味と、うん、このソースの風味っていうんですかねこれがちょうどいい塩梅になってるので、うん、ものすごいうまいんですけど僕のフィールドじゃなさすぎて。あ、フィールドではない。もう言葉が出てこないんです。でもめちゃめちゃうまい。ジョーさんフレンチとか行きます？普段あれ食べたい時に行く。あ、食べたい時に行く。頑張る、そういう時は。なかなかだってさ、行けないじゃん、うん、金額的に、まあ、自分のために行くことってなかなかないですよね。そう、なんかさ、そのフレンチとかさ、そういうおしゃれなとこって手にこう喜んでもらいたいというか、うん、なんかおもてなしというか、あ、そう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 、そういう気持ちで確かに行きますね。そう、そういう時のお金って別にさ、うん、なんかいっかなみたいな。わかります、わかります、わかる。早っ、ペロッとだね。いや、これぐらいだったらもうペロッとですね、うん、うん、ペロッとだ。うまいんですけど、うん、いつもみたいにガンガン行っていいものかどうか悩んじゃって。スピード感が悩みますね。うん、あ、なんか詰めきました。で、デザート。では口直しでございます。はい。はい、口直し。口直し。ルバーブの、グラニテでございます。ルバーブのグラニテ。はい。どっちも分かんないですね。これいただいちゃいます。お野菜のってことはデザートってわけじゃないですね。シャーベットでも。めっちゃうまいですけど。そう。野菜が見当たらないんですけど。え、味に。あ、そういうこと、うん、あ、具が入ってないんだ、それこれ一応、多分これが、うん、これリバーブなのか。あー、なるほど。でもなんか、これ自体の味は、うん、なんかスモモっぽいような甘酸っぱい感じですね。全然お野菜感の、まあ、えぐみみたいな部分は全くないですね。一言で言うなら、おしゃんなやつですね。おしゃんです。完食。ってことでコースのネタが
そろそろもう大将握る準備が始まってますね。マジ？ありがとうございます。愛媛県の畑です。畑、愛媛県の畑。いただきます。大将、うまうま大将、うまいそうです。ありがとうございます。身の締まりと、でも歯切れが硬すぎなくて、あの歯応えのある魚なので、はいはい、薄いのを2枚重ねてる。あ、なるほど。歯応えしっかりあるんですけど、しっかり歯切れは良くてめちゃめちゃうまい。あれ大将、これ例の泡醤油ですね。え、ちょっとこれ僕も食べたいんですけど。しましょう。え、いいですか。もちろんもちろん。やったー。え、なに、泡だ。青森県大畑天然本マグロの中トロでございます。本マグロの中トロ、いただきます。なんか手が震える。うわうまい。うま、食べちゃおう。りょうさん、やり手をはいカメラ下ぐらいにセットして、え、いいっすか。うわ、撮っちゃおう。いいっすか。超楽しい。俺ね、好きなんだよ。大好きなんですか。うまい。うわー、きたー、やったー。大将、いただきます。幸せすぎる。やっぱ撮影っていいね。いいですね。泡醤油、うん、とんでもないですね。泡醤油とんでもないね。醤油も熟成感というか、うん、生醤油なのか、ほんのりこの酸味があってね。で、泡の分、うん、こう沸いた瞬間に醤油の香りがふわって、普通のつけるよりも全然香るんだよね。うん、ものすごいうまい。しかも多分少量じゃないですか、多分普通につけるよりも。確かに。あ、ありがとうございます。こちらは、大分県佐賀の関のイサキでございます。イサキ、あー、イサキ、関鯖、関味などと同じの関イサキっていうブランドですね。イサキ、いただきます。うまっ。マジで関っていうのがもうブランドなんですね。そうですね。うーん、兵庫県淡路ですね。はい、釣り味でございます。アジ、光り物めっちゃ好きなんですよ。わさびもこだわってるんですか。静岡ですね。あ、やっぱ静岡なんだ。うん、わさびの生産地。佐賀県呼子の白イカでございます。白イカ。てか、めちゃめちゃ、うん、すいません、僕もダメだ、食べたくなるこれ。無理ですよね。無理無理無理、ミスターね、ダメだこれ。え、俺カメラマンとしていいのかな、食っちゃって。食っちゃってください、もう。うちのチャンネルは自由なんで。自由、本当に。あ、あります。え、寿司屋の卵かけご飯。えいくらとからすみと魚卵。キャビア。うわ、キャビア。大将、これ僕食べたことないですよね。これリアルに食べたことないですよね、僕。寿司屋の卵かけご飯。うまい。罪な味してます、これ。罪な味。これは、これはいけない。しかもさ、一瞬じゃないそれ。そうそう、この一口感がいいですね、また。マジ。わざわす。やったー。どうやって食べよう。任せたカメラ。やべえ、カメラマンにカメラを任せて食べようとしてるやつ。めちゃめちゃうまいっすよ、これ。これ見えるかな。うわ、うわ、マジ
めっちゃキャビアでしょ。うまそう。マジ。いただきます。言葉になりません。これとんでもないですよね。なんかとんでもない。いや大将。はい。これなんで出してくんなかったんですか。今まで。一言で言う。ごちそうさまです。カメラマンに戻ります。ありがとうございます。これちなみに大将これどっちかが食べた方がいいとかあります。もうね、まあちょっとずつ食べてみて。はい。残したいと思ったのが最後だけど。なるほど。じゃあこういかない方がいいですね、これ。じゃあ今お酒で乾杯できないから。あ、そうですね。ウニで。乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。うわ、どれもいいですね。この黒の方はちゃんとウニ感というか、うん、香り強め濃厚なんですけど、うん、やっぱ食感はかなり一番むっちりしてる感じですよね、うんうんうん、真ん中やっぱクリーミーなんですけど、クリーミーでもウニ臭さっていうのはかなり弱めなので食べやすさもあって、うん、でこれも塩の方はまたうまい。これもクリーミーだし、その塩分の感じがちょうどいいんで、最後にどれ取っとけができないですね。どれもうまくて選べないんですけど。ねえねえ、テイクアウト出したい。うわ全然違う。どれが好きとか言われてもこうつけらんないですね。これよかったね。もうこんな撮影してていいのかな、大丈夫かな。本当だよね。はい、御殿八寸の盛り合わせ、一番左が、はい、うなぎとごぼうの有馬煮でございます。はい、はい、その次がゲソの間煮、ゲソかゲソの間煮、真ん中がごま豆腐で、ローストビーフバルサミコソースで、お隣行きましてつぶ貝の旨煮でございます。うわつぶ貝なんか出たらもう飲みたくなってきてしょうがないですね。うわうなぎも柔らかい。宝石箱って言ってみた。うわ、綺麗。うま。うまい、うまい、うまい。一人で黙々食べてたでしょうか。いや、もう無理です。止まんないです。普通に食事してたよね。もうあの、撮ってるの忘れてました。あります。八丈島の金目鯛。金目鯛、うーわ、来た。八丈島の金目鯛、いきます。なるほど。うーわー、やっうまい。めちゃめちゃうまい。ぐらい。うん、あ、来た。つぶ貝。つぶ貝。いただきます。うん。さっきとまた全然食感も違いますね。うん。めちゃめちゃうまいっすよ。え、閉まってる。え、今身が、お、締まりましたよ。そうですね。え、大将これは何ですか。これは、岩手県広田湾産の石垣貝。もうこの時期しかない。石垣貝。ものすごく生きいいじゃないですか。だって今叩いたから縮んだぐらいですよ。マグロ。この言葉が合ってるのか分かんないですけど、うん、貝がクリーミーです。すごい。貝ってこんなんでしたっけ。多分何言ってんだってみんな翔さんも思ってると思うんですけど、うん、食ったら分かりますね。あの、うん、貝なのにクリーミー。やっぱ舌触りがものすごく滑らかですし、うん、歯応えもその貝らしいゴリゴリした感じじゃなくて、うん、こんなにサクサクはしてるんですけど、うん、こうとにかく噛めば噛むほど滑らかさが中から出てくるというか、うん、これとんでもないですよね。
ありますか、車エビ。あります。これは、これ2個で1個なんですか、ね、2個で1個、うん、なんですかってぐらいカツオの臭みゼロ。やっぱね、うん、苦手な方多いじゃないですか、うん、で薬味たくさん加えたりしますけど、はいはい、臭みがないっす。おー綺麗、アナゴの塩とタレとトロカツの肉と玉とこのもの、うわーキュウリ漬けと長芋わさび、サクランボの梅酢漬け。サクランボの梅酢漬け、あ、やっぱ桜もだったんだね。そうですね。トロタクってたまんなくないですか。たまんない赤だし、あ、ありがとうございます。あ、赤だしまた、あ、うまい。トロタクってうまいっすね改めてわかる。ベストマッチ。うん。あ、梅酢うま。あ、おいしい。もうスイーツ。あ、スイーツ。うま。うまい。ただ甘いだけじゃなくて、ちゃんとエビの風味が鼻からふわって抜けてくるんで、うん、スイーツだけどでもちゃんと玉。デザートですか次は。次はデザートみたいですね。デザート来ました。来ましたね。おしゃれ。おしゃん。なんかあれだね、洋だねやっぱ。洋ですね。はい。ブドウの2色ゼリー、アングレーズソースゼリーでございます。ブドウの2色ゼリー、アングレーズソース。横文字慣れないですね僕。本当にお寿司屋さんのデザートとは思えないぐらいの。うん。綺麗さがもうゼリーのいい感じです、ね、あ、ゼリーなんだそれ。2色ゼリーみたいです。あ、面白い。めちゃめちゃ美味しいですし、うん、このゼリーも、うん、上はちょっと固めのゼリーっぽい感じなんですよ、うん、でも下はどっちかっていうとムースに近い食感になってて、あ、でこの口に入れるとその食感の混ざり合う感じがものすごく面白いですね、うん、あ、これケーキなの？ゼリー？一応ゼリーみたいですね。ああ、そっか。でも本当に、うん、ほぼケーキとかもうムースケーキに近いような、うんうんうん、フルーツも甘くて美味しい。今日の仕事最高ですね。今日のラスカルの顔かわいいね。正直僕も動画外でそのりょうさんのお知り合いのところとか、うん、結構いいお店とか連れてってもらったりするじゃないですか一緒に、うんうんうん、でいろいろやっぱ食べてるはずなんですけど、うん、全く劣らないというか、うん、それぐらい全部美味しいんですよね。いやなんかさ、やっぱ俺もなんだろう、食がすごく好きでさ、はいはい、やっぱ美味しいものは食べたいよね。食べたくなりますね、うん、なんか本当に自分にとってのご褒美なんだよね、うん、でやっぱ人がこう美味しそうに食べてるところも俺好きだから見てて、だからなんかもう一緒に行こうみたいな感じになっちゃうよね。最初の出会いもまさしくそれでしたもんね。そうそう、本当に美味しいもの食べに行こうよみたいな出会いだったじゃん。歌舞伎町の裏あたりで、そうだよね、初対面した時、うん、最初ヤバい人だと思ってぱっと見めっちゃ怖い人来たと思ってたまたま歌舞伎町にさ、ほらめちゃくちゃ美味しい店があったからさ。まあ、いやまあ全然まだ、はい
言葉が詰まるんですけど。ちょっと待って、何あれ？ラスカル様ですもん。すごい。何これ？デザートのデザートです。デザートのデザート。だってこんなの普通ないですよね。普段やらないですね。ラスカルさんにお腹いっぱいになって。ありがとうございます。ネタだけで 1.5 キロ。ネタで 1.5 キロ。ネタで 1.5。シャリが1キロないぐらい。あ、シャリ1キロないぐらい。2キロどころじゃなかったですね。確かに。メニューにないってことはもうほぼまかないだねこれ。そうですね。またかけ方がおしゃれ。ぜひ涼さんも一緒に。っていうことだよね。ですよね。タイの食事な感じでね、いただきましょう。いただきます。いただきます。とんでもないデザートというか、ね、すごいよね。めっちゃちょっとこのサイズ違いがすごいんだから。おお、いただきます。んおん、あ、こうやって取る。うまい。あ、さて、うまい。美味しいです。うまいですね。楽勝ですか、これぐらいなら。もうこれぐらいだったらもうペロリですね。もうこうやっていける感じですか。もういけちゃいますね。正直あの、うん、ガッといきたい気持ちを抑えながら今食べてます、ね、頑張って切れへんに。もキュウリ、これですか。これキュウリじゃないですか。キュウリだけ。キュウリ。あ、これすごく味しっかりしてて美味しい、うん、千切りにもしっかり調味料がついて、うん、味付けが、ね、りょうくん頑張れ。あともうちょっと俺も完食です。うん、俺ラスカルとフードファイトしてるみたい。さっきからずっとあのこのカンカンしか聞こえてない、うん、バレた。いちゃいます。完食です。わー、美味しかった。めちゃくちゃお腹いっぱいだけど。うまかった。うん、うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いやー、ほんと楽しかったですね。何、うん、ですかね、この久々に幸せしかない撮影。なんかね、カメラマンでこうやって、はい、何出るのって俺正直初めてなのよ。基本的に対話もしないですよね。あのカメラマンとしているぐらいですもんね。あ、まあね、カメラマンとして会話は一応するはするよ、はいはい、カメラ越しにこうやって出るのは初めてだ俺。ああ、なるほどなるほど。ちょっと楽しかった。なんかこうラスカル君とこう、はいはい、話しながらこういう企画ができて、いろいろお店のコースの内容とかお伺いして、うん、このスタンスが一番きっと美味しいことを皆さんに伝えられるなと思って、うん、なるほどね。やっぱりそのそういうやっぱ企画で考えてきてたんだ。そうですね。なるほどなるほど。大きいものでもないし大食いでも今日はないので、うん、一緒に美味しいねって言った方が、そうだね、皆さんにもより伝わるかなと思ったので、美味しいものの共感がやっぱ一番いいのかなと。なるほど。ご紹介いただいてありがとうございました。とんでもないです。いや、美味しかった。またちょっとやりましょう。ぜひちょっとまたじゃあ紹介させてください。あ、ぜひぜひ。じゃあ量産企画はシリーズ化ということで僕のチャンネルいいんですか。ぜひぜひ。じゃあちょっといい店探してきます。ありがとうございます。ぜひね、皆さん、今回お世話になりました、はい、渋谷にございます寿司スブリムさんですね、はい、DJ 社長さんとかですかね。あ、そうだね、うん、はい、あの DJ 社長さんとか、それこそほらヒカルさんとか、はいはいはい、こう YouTube ここで撮影してたりとかですよね、うん、ちょうど多分公開する頃には終わってしまうかと思うんですけども、うん、デペゼンホックスさんの、まあ、コラボの
コースなんかも限定的に販売したりとか、そう、すごいね、めちゃめちゃここの人たちこう宣伝の打ち方がすごくていやもうえぐいですよね、えぐいぐいマジですか、みたいな、こんなすごい打ち方するんだみたいな、でもそれだけ全力で食ってほしいんだなと、もう俺も思うし、まあ本当に僕も食べてみて、皆さんにこの美味しさとか、このなんていうのかな、お店の雰囲気感も含めて、この楽しさを皆さんとね共有したいなと思える素敵なお店でしたので、はい、ちょっとねあの普段のご飯からしたら金額はお高めになっちゃうかもしれないんですけど、まあねまあ、記念日だとか、ご褒美に食べに来るご飯としては、むしろ安いぐらいかと思いますので、ぜひこちらのお寿司食べてみてください。スリムです、お願いします。概要欄にねお店の情報を貼っています。あたりすみません、大将お疲れ様でした。ありがとうございました。ごちそうさまです。大将ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。